それでは定刻になりましたので、東洋大学附属牛久中学校2022年度第1回入試説明会を始めさせていただきます。本日司会を務めますのは入試広報部若林と申します。よろしくお願いいたします。本年度中学3年生の担任と中学1年生と3年生の国語を担当しております。よろしくお願いいたします。ではまずはじめに本校、学校長よりご挨拶がございます。皆様こんにちは。本日はようこそお送りいただきました、校長の藤田正美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からはですね、最初に本校の、校内および周辺のですね、環境について90秒ほどのものにまとめましたので、それをご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。ただいまご覧いただきましたのはですね、1年間をかけて私の方で撮った写真すべて、それを編集したものでございます。四季折々の花が咲いて、そして、校内には鳥たちもこう訪ねてくれるような、そういう自然豊かな環境の中で、生徒さんたちはのびのびと生活をしているということをご理解いただければというふうに思っております。さて、私の方からはですね、本校の概略および、こんな生徒さんにぜひ入学してきてほしいなということをかいつまんで説明をさせていただければと思います。で、本校の目指す教育ということで、書かせていただいておりますけれども、グローバル人材の育成、これを目指しております。今世界はですね、食エネルギー、それから、気象関係などですね、地球規模でつながっていて、影響し合って成り立っているという状況にございます。で、人類の豊かな未来を実現していくためにはですね、社会経済、それから環境といった分野で世界の人々と協力をして課題解決を図っていく必要性がございます。本校では、自分の勤める会社とか、あるいは日本のためということではなく、もっと
世界的な試合に立って社会に貢献できる、そういう人材の育成を目指しているということでございます。そうしたときに、どのような教育をしていくのかということで、最初にアクティブラーニングというふうに書かせていただきました。で、私たちがものを考える上で、基本となるのは、知識なわけですので、この知識をないがしろにするということではありません。これをしっかりと身につけさせる、こと、すなわちインプットの部分ですね。これは大変重要であるというふうに考えています。その知識を本当に生きたものとするために重要なこと、それは発信、アウトプットだというふうに考えています。ある事柄について自分のこれまでの知識を総動員して考えたものを整理して意見を述べると、こういう作業があって、知識はただ単なる知識ではなく、知恵になっていくのではないかと、このように考えております。でこれまで、日本の教育はどちらかいうと、インプットの部分に、重きが置かれていた傾向があっただろうと思います。で、これからは、地球規模で活躍していくというためには、世界の人たちと交わって自分の考えを発信していく、とともにですね、相手の意見に耳を傾けて協力をしてより良い答えを導き出していく、こういう必要性があるのではないかと思います。このため私たちは落語の発表とか、あるいはディベートとか、インタラクティブフォーラム、プレゼンテーションといったアウトプットの部分を大切にしながら教育を行っておるところでございます。次に国際理解教育ですけれども、地球規模で活躍していくためには、世界共通語である英語を普通に話せることや、海外の歴史や文化、ものの考え方を理解しておくということが必要となってきます。このため本校では段階を踏んだ体験的な学びを通して語学力を高め、国際理解を深めています。英語だけで、3日間を過ごすオールイングリッシュで、1週間のマンツーマンを基本とするフィリピンの語学研修、2週間のオーストラリアホームステイ、日本の伝統や文化を再認識し海外の人に説明できるようにする京都奈良での研修、SDGs に関する課題研究した内容を英語で現地の大学生にプレゼンテーションをするシンガポール語学研修等を行っております。同時に先ほど述べました、ある事柄について反対の立場に分かれて議論するディベートとか、あるいは英語による双方向の論理的コミュニケーション力の育成を図る大会であるインタラクティブフォーラム、といった大会にも積極的に参加をしておるところでございます。また英語だけではなくて、中国語、フランス語も設置しております。こうしたことの積み重ねの結果ですね、一貫生、ではこれまで準一級の取得者が7名出ている状況にございます。続きまして ICT 教育についてです。これからの社会においては ICT 機器を自在に活用して物事を調べたり、意見を出し合ったり、図とか表、動画などを使って分かりやすく説明したりすることが求められております。文部省、科学省のですね、ギガスクール構想では、小学校でも今、1人1台の
パソコンが配られて、オンライン授業をなさっているところではないかと思います。本校では2014年の中学校開校と同時にですね、タブレットを導入してその活用に努めてまいりました。2019年度からはクロームブックを導入して教科の垣根を超えた内容の教育に活用をしているという状況です。昨年のコロナの蔓延時にはいち早くオンライン授業を実施いたしました。現在はより効果的な一つのクラスの生徒さんを、教室と自宅の両方に分かれて行う授業、ハイフレックス授業というふうに申しておりますけれども、その体制を整えておるところでございます。続きまして、卒業生の進路についてご説明いたします。こうしたような経験を積んできた一期生の生徒さんたち、入学時からですね、どんどん力を伸ばしていきまして、京都大学、北海大学といった、旧帝大に合格するまでになりました。国立大学6名、南関私大6名、卒業生の4人に1人が南関大学に進学した計算となります。日東駒線レベルには多数合格をしております。また、国内だけでなくてですね、海外の大学、北京外国語大学というふうに書いてございますけども、日本でいうところの東京外大にあたる大学ですけども、そちらの方にも、進学をしている、そのような状況にございます。最後にですね、本校の求める生徒像ということで2つ書かせていただきました。チャレンジ精神のある人、自分の頭で考えようとする人ということです。で、開校当時、何の実績もなかった本校に、当然ながら成績優秀な生徒さんが入学してきたわけではございません。ではなぜ本校生がこれだけの実績を残せたのかというのは、本校の体験を通して学ぶというプログラム、そしてプットだけではなくて積極的にアウトプットを行っていくという指導によって、生徒さんたちがぐんぐんと力を伸ばしていったというふうに考えております。本校が求める生徒像は、今申し上げましたけれども、チャレンジする、何事にも前向きに取り組もうとする、そういう意識のある生徒さん、そしてまずは先生に聞くということではなくて自分の頭で考えてみる、こうした生徒さんにぜひ入学してきてほしいというふうに考えております。そういった気持ちがありさえすれば、必ずやその生徒さんは伸びていくというふうに確信しています。先ほど申し上げた進路先がそのことを物語っているんではないかというふうに考えています。この後ですね、入試に関する説明等を担当の方からさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございます。それでは入試概要について説明させていただきます。お手元にこの、募集要項があるかと思います。細かくはこちらの募集要項に載っておりますが、概要ですので、大事なところをピックアップしてご説明いたします。本校の入試ですが、ご覧いただいている通り宣願入試が12月4日にあります。こちらは宣願ですので、試験を受けて合格したら本校に入学してもらうというのが宣願入試です。併願入試が6回あります。適性検査型、英語特別、
一般入試、それから総合型の入試となっています。で、下に書いてございますが、この複数回受験の場合は2回目以降の受験料は半額となっています。こちらも詳細は募集要項をご覧いただければと思います。では細かく説明をさせていただきます。洗顔入試と一般入試、1回目2回目です。試験科目は検査問題1、国語、2、算数、3、理科社会ということで、各50分、100点満点で300点満点になっています。で、この検査問題の、4科目につきましては、この後過去問解説でどんな問題が出るのかを説明させていただきます。そして下に集団面接ありと書いてありますが、本校の入試は、全てにおいて集団面接を行っています。で、どんなことを聞かれるんですかとよく質問を受けますが、これもデータブックのこちらは20ページですね、20ページのところを見ていただくと質問内容について書かれていますので、それを参考にしていただければと思います。趣味特技は何ですかとか、尊敬する人は誰ですかとか、そんな感じの質問ですね。小学校で一番心に残っているのはどんなことですかとかね、そういうところが聞かれます。それでは、適正検査型です。こちらは茨城県の公立入試と同じ形式で出題されますので、茨城県の公立学校を第一志望にする人の併願と考えていただいて結構です。英語のテストについてはこのような感じです。こちらもまた細かい話は、後で、させていただきますね。総合型入試です。こちらは総合問題1と2です。で、この基本的な問題ということですので、小学校の学習内容に対する正確な理解、表現力、思考力などの総合的な力、それから、基礎知識、漢字、計算問題などドリルなどを繰り返し練習するっていうところが対策となると思います。こちらはもう本当に最後の最後、2月の5日が試験日となっています。昨年度の入試結果です。入試説明会、本日が第1回目となります。で、2回目が10月の16日、こちらも、本日と同じ内容になっています。で、3回目はプレテストと同時開催になりますので、プレテストというのは小学6年生を対象にした、無料のテストになっています。選考入試、一般入試と同様の出題傾向です。結果はアドバイス付きで返却しますので、小学6年生の皆さん、もしよかったら、学校のテストの雰囲気になれるためにも、受けていただければと思います。では具体的に、入試手続きなどに関する説明をさせていただきます。さて、出願です。すべてインターネット出願です。ご注意いただきたいことがございます。先ほど、司会の若林からも封筒が入っていますと言われましたが、この郵送で提出する書類がありますので、それをご説明いたします。この緑の封筒で以下を郵送していただきたいんですが、保管票、こちらはご自宅で、保管票と受験票 A4 サイズで印刷していただいて、保管票と受験票を切り分けてください。そして切り分けたうちの保管票をこの封筒に、受験票の方は当日お持ちいただければ大丈夫です。そして自己申告用紙及び証明書類なのですが、自己申告用紙は、はい、こちらもまた募集要項の後ろの方にあります。この紙ですね。この紙に、志願者本人に書いていただくというふうにお願いしています。で、こちらに書いていただいて、例えば表彰とか受賞っていうものに関して、その
検定試験で例えば英検4級持ってますとかだったら、それらのコピーを取っていただいて、それが証明書類ということになりますので、コピーを一緒に入れてもらって、それで OK ということになります。そして、小学校5年生と6年生の通知表のコピーです。昨年度も、コロナの関係で通知表が普通通りには出ない、どうしましょうっていうご相談が何件かあったんですが、最新のものという認識で結構ですので、昨年度のものと今お手元にある最新のものという通知表で送っていただければと思います。再出願の場合は1の保管表のみを郵送してください。ご注意いただきたいのは、再出願でもやはり緑の封筒が必要になりますので、その際は募集要項をまたお取り寄せいただくということが生じてくるかと思います。で、本日皆様には募集要項を一部ずつお渡ししているんですが、入り口近くのところに募集要項予備として置いてありますので、必要な方はそちらをお持ちいただければと思います。はい、試験当日の持ち物です。で、昼食が必要な場合があります。またこれも募集要項に細かく書いてございます。追試験があります。新型コロナウイルス感染症の特別措置としてご覧いただいているような試験になっています。宣願入試受けられなかった場合は第1回目の一般入試、適性検査型入試受けられなかった場合は宣願入試というように、受けられなかった場合の特別措置をご用意しています。合格発表は、個人宛に郵送いたします。インターネットによる発表もございます、ですが掲示発表は行っておりません。電話等によるお問い合わせもご遠慮いただいております。延納手続きです。入学手続き延長願いというものを申請していただいて、延納金3万円をお支払いいただくと、期間を延長することができます。お気をつけいただきたいのは、適性検査型の入試だと1月の21日まで、それ以外は2月の4日、一般、第1回目の一般と第1回目の英語入試ですね。で、延納金は、入学時の納付金の一部となりますので、入学していただく場合には延納金を除いた分のお金で支払っていただくという形になります。ということで説明これにて終了でございました。何かこの場でご質問があれば、最後に、相談のお時間を取っていますので、またその時にお聞きいただいても大丈夫です。それでは、これは以上とさせていただきます。長い時間でした。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。